今日は初の試みである子どもガイドも活躍した一日でした。人や街が温かい大瀬戸町の雪の裏地区で昨日から始まった雪の裏ウィーク、地域が一体となって開催されています。工房や自宅を開放し、手作りの食べ物、そして雑貨などを販売するこのイベント、今年は雪の裏の内外からおよそ30店舗が参加していて、売り上げの一部は能登半島地震の被災地へ寄付するということです。訪れた人たちは散策しながら買い物や交流を楽しみ、ゆったりとくつろいでいました。なんかこう田舎に帰ってきたっていう感じがね楽しいです。食べ物が美味しい。チーズケーキ。普段こうお散歩とか街中歩いてても挨拶ってしないんですけど、やっぱりこう行き交う人たちとのこうコミュニケーションっていうのを取れるところがすごく魅力的だなと思います。来た人とこちら のお迎える側が交流できて、子どもたちもたくさん参加してますので、子どもたちがこの町に遊びに来て楽しかったなって思ってくれるようなイベントにしたいです。雪の裏の魅力をたっぷりと味わえるこのイベントは今月5日日曜日まで開催されています。雪の裏。